オレグ・ペンコフスキー・オレグ・ウラジュミロビッチ・ペンコフスキーは、ソ連軍参謀本部情報総局の職員。イギリスとアメリカ合衆国へ情報を流すスパイとなり、キューバ危機において重要な役割を果たしたが、露見し処刑された。ペンコフスキーの父は、ロシア内戦中に、白軍側に突き戦死した。ペンコフスキーは、キエフの砲兵学校を1939年に、 卒業し、フィンランドとの冬戦争を及び、第二次世界大戦に従軍し中佐に昇進した。グルーの職員としてペンコフスキーは1955年に、トルコの首都アンカラへ赴任した。後には科学調査委員会でも働いている。ペンコフスキーは、グルーの長官であったイワン・セイロフや、陸軍の陛下草原水、セルゲイ・バレンツォフと友人だった。 ペンコフスキーが祖国を裏切ろうとした理由は明らかではない。ペンコフスキーは1960年7月にモスクワのモスクバーディスキー教でアメリカ人の学生に小包を手渡した。CIA がこの小包を入手しペンコフスキーのことを知ったがペンコフスキーの信頼性を疑い、またソ連当局の監視を恐れてすぐには連絡しようとしなかった。 ペンコフスキーは、イギリスの協力者、グレビルウィンを開始、1961年に、ロンドンを訪れた際に二人のアメリカ人とイギリス人一人から、なる、情報機関員との会合を設定してもらった。ペンコフスキーの重要性は直ちに認められ、ウィンがクーリエとなった。グレビルウィンの自伝によると彼は、ペンコフスキーと連絡する任務のためだけに、 ミロクにより何年にもわたって注意深く訓練されていた。CIA はペンコフスキーの重要性を軽視していたことを認め、イギリス当局からペンコフスキーからの情報共有を許された。この後18ヶ月にわたってペンコフスキーは大量の情報を西側に提供した。最も重要だったのはソビエトの核兵器が、 西側が思っていたほど多くなかったこと、そしてミサイルの燃料システムや誘導システムにも問題があることだった。1960年代初めにソビエト首脳はキューバへのミサイル配備を推し進めた。ペンコフスキーはキューバにおけるミサイル発射サイトの計画案を提供した。この情報に基づいて U-2 がミサイルサイトを実際に撮影し確認した。 グルー大佐で後に亡命したビクトルスボーロフは、歴史家は、グルー大佐オレグ・ペンコフスキーの名前を感謝の念と、共に心に留めることになるだろう。彼の計り知れない価値のある情報によって、キューバ危機は、最後の世界大戦に発展しなかったのだと述べている。ペンコフスキーの裏切りは、KGB のスパイジャック・ダンロップから得られた、情報により暴露された。 KGB は内部にスパイがいると気づき調査を開始した。ペンコフスキーは1962年10月22日に逮捕された。同じ日にアメリカ合衆国大統領ジョン・ F ・ケネディはテレビ会見を行い U-2 偵察機がキューバでミサイル基地を発見したと公表している。ペンコフスキーの辞供によってグレビルウィンもブダペストで逮捕、ソ連に送還され、 1964年にアメリカで逮捕されたソ連のスパイと交換で帰国した。ペンコフスキーの逮捕によってニキータ・フルシチョフが当初から妥協を模索していたとの重要な情報がアメリカ側に伝わらなくなってしまった。ペンコフスキーは反逆罪とスパイの罪で1963年に裁判にかけられたとされている。 ソビエトでの処刑に用いられる通常通りの方法で、首の後ろを銃で撃たれたとする証言がある一方で、生きたまま仮装され灰は、モスクワのドンスコイ墓地に埋葬されたとする者も,もいる。ビクトルスボーロフは、ペンコフスキーであると特定はしていないものの、短歌に縛り付けられた、グルー大佐が生きたまま仮装されるフィルムを、モスクワのグルー本部で見たと証言している。ありがとうございます。